武田調整地関は、大分県武田市の大野川にある、九州電力の発電用の関である。魚住園邸とも呼ばれ、武田ダム、魚住ダム等の通称でも呼ばれるが、包み高が15メートル未満であるため河川法上のダムには該当しない。1955年5月完成。大野川と支流の玉来川との合流点の約500メートル下流に位置しており、 この石によって形成された人造庫の長けた調整地が合流点の上流まで広がっている。石の直下には昭和初期に日本百景の一つにも数えられた魚住の滝があるが、この石の完成によって水量が減少するとともに景観も大きく変化している。本石は高さ4.15メートルの石の上部に八門の 洪水破棄ゲートを設置した発電用の取水席で取水された用水は九州電力武田発電所での水力発電に用いられる。2012年7月中旬の九州北部豪雨では玉来川が氾濫して武田市に広範な被害をもたらした。その一因として武田町整地席によって上流部の水位が上昇したのではないかとの指摘があったが、後の検証では、 席の影響は限定的だったとされた。また、武田発電所が浸水して、発電設備が冠水したため使用不能となり、復旧したのは約半年後の2013年1月30日であった。大野蓄電バス大住停留所下車。ありがとうございます。